はい、こんにちは、マロです。まあ、前回の動画でね、次期 iPhone のコンセプトを紹介させていただきましたが、非常にね、たくさんのコメントをいただきありがとうございます。まあ、コメントの内容はね、予想通りかなり辛辣なものとなりましたね。まあ、前回紹介したね、個人的にはこれはダメでしょっていうデザインが、こちらです。まあ、次期 iPhone はね、トリプルレンズカメラを搭載ということで、まあ、カメラの周りが四角く、ね、なってます。これによってカメラがすごく大きくなってしまうので、まあ、せっかくのね、美しいデザインにカメラの主張が強すぎてね、ちょっと残念な形になってしまってるんですけども、まあ、これはなんとか回避してほしいと思いますね。そしてですね、まあ、どんどんね、新しい情報が出てくる中、まあ、さらにね、ぶっ飛んだコンセプト画像が出てきてます。今回はですね、そちらを紹介したいと思います。まずね、今年の、ラインナップなんですけども、まあ、昨年と同じね、3つのラインナップになると言われてます。まあ、フラグシップの 10S の後継モデルが2つと、10R の後継モデルが1つで、昨年はかなりね、やっぱり売り上げの台数に苦戦しまして、逆にね、値段を下げた iPhone8 が爆売れするっていう事態になってますけども、今年はね、そういった価格面だとか、まあ、新しく追加される機能面ね、ここをどのようにね、Apple が修正してくるかがすごく気になるところですね。そして僕がね、一番気になってる、USB-C 対応になるかどうか、これはですね、引き続きライトニング継続の見方が強いそうです。まあ、今年の春頃ですね、他のメーカーに USB-C ライトニングの認可をアップルが出してるわけなんですけども、まあ、次期モデルでね、 USB-C に完全に対応したらそのケーブル無駄になっちゃいますよねっていうところ、旧モデルだけに焦点を合わせてね、新しいケーブルを他の会社が発売するのかなっていうところも気になるところなんですが、ここはね、継続してライトニングを続投するんじゃないかなと思います。その分ロイヤリティも入りますしね。まあ、という見方もあって、海外のね、有名なアナリストは、まあ、USB-C 対応はまだ先じゃないかなと、見ています。で、トリプルレンズカメラにね、ちょっと注目が行きがちなんですが、なんとね、インカメラも1000万画素にアップグレードされるみたいです。まあ、現在800万から、1000万っていうわけですね。まあ、これはね、インスタとかその自撮りが好きな人にはすごくいいアップデートじゃないかなと思います。まあ、今現在はね、こういった進化を、予測されている iPhone 通称11なんですが、まあ、そのデザインもね、非常に楽しみなところですよね。で、今回リークされたコンセプト画像がこちらです。はい、カメラが真ん中に来ちゃいました。これはね、微妙にやっちゃった感を感じるのは僕だけでしょうか。てか、これどこかで見たことありますよね。ね、ほら、ギャラクシーノートとかとそっくりな位置にありますね。これはですね、リーク情報で有名な、スティーブ・ヘマーストファーさんっていう方の情報をもとに作られた画像らしいです。まあ、設計初期段階のレンダリング画像ということらしいですね。これもね、また荒れそうなデザインしてますよね。それではね、細かいところをちょっと見ていきたいと思います。まずはカメラですね。まあ、トリプルレンズカメラは、まあ、今のモデルとね、同じようなちょっと一体型になってますけども、まず横向きになってますよね。そして左の上角からね、真ん中の方に設置されてるわけなんですけども、フラッシュはね、この真ん中の円でそれを囲むようにカメラがついてます。まあ、前回ね、紹介したあの四角いモデルよりはちょっとね、さりげない感じにはなってるんですけども、やっぱりね、真ん中に配置されてるっていうのは結構衝撃的ですね。まあ、他のメーカーもね、カメラを真ん中に設置してるモデルすごい多いので、デザイン的にもね、あんまりアップルの独自性っていうのを感じることがちょっとできなくなっちゃいますよね。なんかすごくね、後追い感が出てるっていう感じがします。すごくね、デザイン面でもね、評価の高いアップルなので、なんか他のメーカーとね、区別するポイントがなくなってしまいそうで、これはちょっと悩ましいところですよね。まあ、一ついいポイントを挙げるとすれば、カメラの出っ張りね、これが緩和されるみたいです。ちょっとね、出っ張りが抑えられて、まあ、平らになるわけなんですけども、まあ、SE とかみたいにね、完全に平らにはならないみたいなんですけども、出っ張ったカメラはちょっとへこむみたいです。まあ、そこ唯一ね、嬉しいポイントかなと思います。まあ、こっちね、8もカメラ出っ張ってるんですけども、これなんとかしてくれっていう意見も結構多いんですよね。そしてノッチなんですが、ノッチもね、かなり抑えられたデザインになってますね。以前のモデルより明らかに小さくなってます。まあ、なくなってほしいっていう意見がね、多いんで、まあ、ちっちゃくなってもね、気にする方はね、すごく気にされると思うんですけども、まあまあ、ここはね、小さな改善っていうところですかね。僕もあんまり魅力は感じてません。きっぱりね、なくならない限りは、まあ、スッキリはしないかなと思います。まあ、実際ね、使っててもそんな不都合ないんでね、あくまでデザイン的な部分っていったところでしょうかね。
そして嬉しいのがね、全体的なベゼルがさらに薄くなって、これはねまるで前面がねディスプレイになったようなすごいスッキリとしたデザインになってますね。そしてね、ノッチの小型化のために、通話のスピーカーとかが、フレームにね、設置することで、まあ、ノッチを小さくできたというところなんですけども、ノッチ小さくするのはそこまでいろいろ変更がいるんですね。で、スピーカーがまあフレームに行くということで、まあ、通話機能とかにね、どんな影響が出てくるのか、ちょっと心配なところではありますよね。というわけでですね、新しいコンセプト画像出てきましたけども、カメラが真ん中になるというね、ちょっと他のメーカーと区別しがたい、モデルになるかもしれません。まあ、これもね、設計段階の案件として、まあ、こういったデザインが出てきてるっていうところなので、まあ、ぶっちゃけね、採用されればこういったデザインには、なっていくみたいなんですけども、まあ、皆さんはねどう思われますかね。僕は個人的にはちょっとうーんって感じなんですけども、やっぱりね iPhone はこの iPhone らしいデザインっていうのもね楽しみの一つなので、そこがねやっぱり他のメーカーと似たり寄ったりになってくるのはちょっと残念かなと思います。そしてもう一つ小ネタなんですが、iPad mini が、今年のね3月に発売されると言われてますが、この情報がねかなり濃厚になってきました。これはアップルの動向に詳しい台湾メディアが iPad mini 5向けのタッチパネルを製造している会社、ここのね出荷量から、予測している情報です。一応ね今年の春から前半にかけてと言われてますけども、まあ、実際のね製造ラインからの情報なので、かなりね信憑性は高いんじゃないかなと思います。3月の発表で発売されるっていうのがかなりね現実味を帯びてきましたね。でその iPad mini 5なんですけども、やっぱり一番気になるところはこれですよね。はい、こちら Apple Pencil に対応するかどうかですよね。Apple Pencil ってね、未だに絵を描く人じゃないと必要ないんじゃないかと言われてますけども、まあ、今回の iPad mini なんですが、まあ、持ち運びにはすごい便利ですよね。でサイズ的にはちょっと大きめなね、まあ、手帳とそんなに変わらないサイズなので、よりねメモアプリとかそのノートアプリっていうのがすごく使いやすくなると思うんです。ってなったらやっぱり追従性が良くて書き心地のいいこちらの Apple Pencil、 もうこれが大活躍できると思うんですよね。ここは本当にねすごく期待してるんですけども、もう実現してくれたらねもう即買いますね。本当に期待してます。そしてなんとね、同じ今年の前半に iPad が第7世代のモデルが出るとも言われてます。まあ、昨年ね大きなアップデートありましたよね。 Apple Pencil 対応して、まあ、価格もね3万円台とかなり抑えられてと、まあ、タブレットをね試したい方にはすごく大きなねアップデートだったんですけども、さらにね今年も進化してくれるっていうのはこれは嬉しいところですよね。まあ、去年買った人はなんだよってなるかもしれないですけども、そしてその iPad なんですけども、なんとね10インチクラスに、画面がね拡大されると言われてます。まあ、昨年ね iPad Pro が11インチのモデル出ましたので、ひょっとしたらねその旧モデルの10.5 インチのボディサイズとかを、まあ、取り入れてデザインされるかもしれませんね。よりベゼルが細くなってね使いやすい iPad っていうのも出てくるかもしれません。で iPad って結構どれ買おうかなって迷うじゃないですか。ってなったらやっぱりそのスペックとその発売時期とか、やっぱり新しいモデルの方がスペック良かったりするので、まあ、本当はね iPad mini が欲しかったのに、やっぱりね最新の機能がいいやつちょっと大きいけど iPad にしようかな、こういう方も中にはいらっしゃると思うんですよ。でミニとその iPad を同時にアップデートすることで、今後ね本当に大きさだけで選べるようになるっていうのはすごくねいいと思います。今まで新旧だったのが、同じスペックでサイズで選べる、これはラインナップとしてはすごくいいですよね。ね同じようなモデルでも発売時期がまばらすぎて悩む方もいらっしゃると思うので、すごくね、購入するときに自分のスタイルに合わせたものを、まあ、選べるようになるんじゃないかなと思います。個人的にはそうやって揃えてねアップデートするっていうのはすごくね、今後購入していく上ではすごく助かるんですけどね。というわけで iPad mini と、ひょっとしたらね iPad もアップグレードされるんじゃないかなという情報も出てますので、こちらもねすごく楽しみな情報ですね。こちらもね楽しみにしている方もすごくいらっしゃると思うので、また今後もね新しい情報出てきたら動画の中で紹介していきたいと思います。というわけでですね、 iPhone の新しいコンセプトデザインと、iPad に関する情報をお伝えしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。なんだかんだで Apple ファンの僕にはすごくね楽しみな情報ばかりで、まあ、iPhone までじゃなくてね、まあ、春にもね新製品が出るかもしれないということで非常にワクワクしてます。まあ、今年のね WWDC も楽しみですね。またね皆さんの気になる製品とか iPhone のね新しいデザインの感想などコメント欄にいただけたら嬉しいです。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオス。